事故物件に住んでるやつどんな感じ？たまに血まみれのおばちゃんが出てくる。冷え。家賃激安の恩恵は受けるんか？事故物件って安いのは最初の何年かだけだよ。それ以降は普通の物件として売りに出される。そうなのか、知らなかった。事故物件マジでやめとけ。例とか信じてないが、磁場が悪いかなんかでマジで体調悪くなる。本当にあるんかね、そういう雰囲気。事故物件ではないけれど、心霊現象っぽいのは経験したことあるわ。詳しく。横須賀で安アパート紹介してもらった時や、下見で不動産屋と部屋に行った時は、部屋の四隅にお札が貼ってあったんやで。それ気になって入居時撤去してもらう約束して、いいねで入居したんや。んで入居後、家主が気を利かせて換気扇や給油器新調して満足してたんやで。ただ押し入れが妙というか、天井板塞いでいたはずが外れてるねん。んで、マンマが様子見で来てくれた時や、押し入れ覗いた時、猫の目が覗いていた、言うねん。気になったもんだから、毎度塞ぐだけだった押し入れの天井裏覗いてみたんやで。んで、落ちというほどでもないんやけど、天井裏からカミソリと小さな鏡と知らんやつの身分証が出てきたんや。マンマはそれ見て、あかんやつやから戻せ、言われて元通りに戻したんやで。その後、天井板戻そうとしたときな、ワイにもマンマにもはっきりと男の顔が天井裏からこっち覗いてるのが見えたんやで。怖かったわ。怖いからやめて。マジ？嘘だったらもっと出来のいい嘘つくわ。どんな顔だった？睨んでる感じ？無表情。怒りでも喜びでもなく無表情。じっと見てた。だからこそ不気味やし、ネタとしても弱いんやけどな。幽霊なんてのは迷信やろ。不可解な現象が正解やろな。たまに水道勝手に出るけど、霊は自分の心の思い込みやと信じてるおかげでなんとか住み続けてるで。水道管が壊れてるだけや。壊れてないで。三人前の人が溺死したらしい。事故物件系で左の仏壇は見ないでくださいってシャレコアの話が怖い。オチがないけど。お札はやべえよ。昔住んでた物件やけど、二階で明らかに誰かが歩き回ってるんよ。ワイは気が割れる音やって言い聞かせてきたけど、二秒間隔で何度もミシミシ鳴ってたら、もうね。ラップオンやろ。ネズミやね。事故物件じゃないけど、そういう風に記載されていない部屋とかあるんか？ワイの部屋そうやけど。怖い話はエンターテイメントとして割り切れるが、実際あるのか結構気になる。天井裏の謎の恐怖感。病死程度ならええけど、自殺とか殺人は無理や。借家やけど、天井裏覗けるわ。ただ、覗きたくないな。明らかに上で人死んだっぽいし、天井不自然に張り替えられてるから。夜中にこんなの建てちまったせいで寝つきが悪い。昔、ワイが大学からアパートに帰ってきた時、3階に続く階段の両端に紙で器作った森塩があったで。何日かしたら真っ黒になってて草。金縛りとか部屋の中に髪の毛とか読めないくらい達筆の封筒が投函されていたりとか、まあいろいろある物件やったから慣れっこやった。いろいろありすぎて草。心霊というかわからんにしても不可解体験は誰にでもあるんちゃう？でも事故物件ってよほどの新築じゃなきゃ誰かしら死んでるとは思うけどな。
病院で病死なら別にって感じやけど。事故物件は老衰別やからな。孤独死はカウントされんからその辺住み分けあるで。地下街歩いてる時に森氏を見つけちゃった時のびっくりする感じ嫌い。居酒屋の入り口やったっちゅうオチやろ。時々飲食店とか個人経営の店の前とかに森地をしてあるの見るけど、やっぱそっち系なのかな。商売繁盛もあるで。面白い。ちょっと風呂場から音がしたから見てくる。ほな。二度と帰ってこなさそう。ロンダリングのバイトしたい。上京するとき、事故物件にしようかと思うんやが、結構いけるものやろ。どう？ワイは事故物件でもなく不可解体験やったから、正直ある場所ではあると思うで。事故物件でもええんちゃう？いけるいける。前の住人二人死んでたが、人生失敗するくらいで、霊障とかはない。ダメやんけ。まあ、死にやすい環境とか、気力奪われる環境とかはまあまああることや。それが事故物件になりやすいという条件なんやから、事故物件選ぶなら、霊障とかより健康気にした方がええわ。2012年から2013年に1年だけ事故物件住んでたけど、自殺した女性、50代がいたアパート。寝てるとき、ずっと手を握られてる感覚がした。Y のとこはバラバラ殺人あったけど、まだなんもないな。まだってなんやねん。このスレ来たらやばいやつばかりやないか。今日みたいに急に夜肌寒くなると、やなりがあるもんなんやが、Y のところみたいに部屋の真ん中で叩くようなドンって音すると、霊だのなんだのと考えてしまう人もおるのもわからんでもないな。